メラミンスポンジ分割タイプ7号中国製、はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はメラミンスポンジ分割タイプ7号中国製です。シラ版 F-1910 です。じゃあ詳細見てみましょう。よいよい、シャケキュッ。詳細です。品名メラミンスポンジ分割タイプ7号中国製、使用可能な場所、ガラス、土器、ホーロー、タイル、プラスチック面、表面加工してない鍋、光沢の気にならないステンレス、蒸気のね、材質で、キッチン、洗面台、風呂場で使用できます。使用できない場所は、樹脂加工、括弧 FRP、人工大理石、塗装面、表面加工して、ね、加工を実している鏡、自動車灯の外装面、アルミ、木製品、革製品、大理石、光沢のあるプラスチック、凹凸面がダメです。特徴、気になる汚れが水だけで落とせます。使用方法、水を含ませて軽く絞ります。汚れている箇所を軽く、絞り、こすり、汚れを浮き上がらせます。浮き出た汚れは乾いた布で拭き取るか、水でよく洗い流します。これ9個に、ね、分けられますので、材質メラミンフォーム、サイズ約12センチ ×15 センチ、厚み3センチ。一般サイズはね、約5センチ ×4 センチです。耐熱温度70度。じゃあ実際見てみましょう。よいよい。シャケキュッ。はい、メラミンスポンジ分割タイプ7号中国製使いたいと思います。後ろ。このようにね、3、4、5、6、7、8、9個使いますんで、こっちザラザラちょっとしますね。こっちが普通のスポンジみたいな感じです。じゃあ洗剤つけて、ちょうど洗うものがあったんで洗います。食器、あと皿、あと炊飯器の鍋っていうか、ちょっと小さいからね、磨きづらいですけど、この大きさに合ったサイズ、例えばね、コップとかにお使いください。これも良いんで、良い良い。エンディベースシャケキュッ。エンディングです。いかがでした？メラミンスポンジ分割タイプ7号中国製。これね、9個に分けられて、用途別にいろんな用途でお使いいただけて、経済的にも良いかと思います。で、今日はね、食器、コップ洗いましたけど、普通に汚れがかき落ちることができます。かき落としてます。これも良いんで、良い良い。グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメントもします。チャンネル登録、いつもありがとうございます。こちらです。過去の動画、こちらに貼っておきます。よろしくお願いします。じゃ、課金課金、ダブル格好、笑い、こちらに来ちゃくま。バイバイ、キングとクンキー、格変、チキ安いぜ。風邪、コロナに気をつけて、次回もまた見てください。シャッケ、キュッ。